言える。あ、ほんまや。奇世界です。川じゃないね。きれいやわ。メイドの土産。はい、で新しく出たアップルパイ味のポップコーンとこれハロウィンのミニオンバケツですね。めちゃくちゃ可愛いな。これさ、うん、売れるねん。マントは。ほらほら見て見てって言ったら見して食べる。なんじゃかわいい。これの質感を取ってあげて。1950ドルじゃん。あったかいやつ。大変。ベビーカーが。え、足がかわいい。ちょっと。めっちゃかわいい。で、中身は新しく出たアップルパイ味ですが、ちょっとみんな食べてみてよ。なんで食べてくれないの。結構アップルパイ。結構アップル。えけどシナモン強くない。まだシナモン嫌いやけど全然わかんない。結構シナモンやけどな、大好きやからね。おいしい。このバケツはですね、11月の8日まで年間パス3種どれでもお持ちの方はおかわり無料になってますので、ぜひ買ってみてください。めちゃめちゃお得です。ドラえもんのあのポップコーンより美味しい。そう、ドラ焼き、ドラ焼き、ドラ焼きより美味しい。メイドの土産。いただきます。乾杯。乾杯。乾杯。美味しい。美味しい。え、なんかさ、あのマックのシェイクなイメージしてたけど、違うなんか。あ、そうや。うん、マックのシェイクじゃない。マックのシェイクよりあっさりしてるわ。あ、そうなの。生クリーム。うん、生クリームと言ったらうまいかもね。食べよう、塗る。ぬるい。生クリームは大概ぬるいけど。だけど美味しい。シェイクやし、特に言うこともないみたいな顔すんのやね。あ、アーモンド潰したみたいな感じ。でもなんか途中で赤いの。赤い途中で。あ、なんか入ってるやん。こっちもね。いちごジャムが入ってるとのことです。ちょっと混ぜます。はい、汚いやん。わからん、混ぜて。出た、タックのお箱わからん。うまい、美味しい。めっちゃ美味しい。美味しいの、美味しい。横柄な態度で。斜めってるもんね、お母さん。すごいよ、こんな。すごいね。うん、CEO の角度に。うん、うまい。うわやだわ。なるほどな。俺はマックシェイクより好きかな。なんかあっさりしてて。マックシェイク、どっちも嫌なの。飽きる。これ飽きひんかもね。飽きずに最後まで飲めるっていうのと、
アーモンド入ってるのがめっちゃいい。なんかちょっとしか入ってないかなと思ったら、だいぶ味変わるな。こんだけちょっとしか入ってないな。メイドの土産。お母さんの大好物のモンブランです。でも本当言ったら黄色いモンブランが一番好き。あ、そうなの。これ栗の味するんかな。これめっちゃ可愛いな。可愛い。スヌーピーアイススケートしてるんだよ。めっちゃ可愛いよな。しかもなんか滑った後キラキラキラって、ね、そう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 、めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛い。じゃあちょっとこっち、ここからいただきます。うん、横でズズズズ。そう。え、これ名前モンブランじゃないの？ちゃんと見てきた。ウィンターモンブラン。下の、うん、ケーキね、おいしいね。お母さんこれ食べてよ、クリーム。てかクリーム大好き。全舌噛んだんか思った。なんか折れた。そうやねん。これなんかこの赤いやつ、ジンタンみたいに。ジンタン。何ジンタン？なんかジンタン、あの話と思い浮かばん。あの昔のミンティアみたいな。ジンタンみたいに中で中でバレバレ言うたからね。歯かけだと思った。クリで歯かけだと思った。びっくりな。モンブランにジンタン入ってるもん。うん、ジンタン。うん、クリはクリ。クリの、クリ。クリの甘露煮みたいな。甘露煮？お母さんどうやった？お母さんはちょっとあの、思ってたよりクリの味がしなかった。あ、ちょっとモンブランを想像して食うと、ちょっと違うかなって。うんうん、あのクリ、この上のやつが味せえへんかった。うん、ちょっとだけ期待外れ。どうやった？てか逆にモンブラン自体があまり好きじゃないから良かった。栗の味しやんくてホッとした。モンブランじゃなくて良かった。あ、美味しいっていうことはモンブランじゃないってこと。モンブラン嫌いな人が食べたらいいけど。そう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 。いや、モンブラン嫌いな人はモンブランって名前ついてるやつ頼まんから。いただきます。あ、そういうことか。微妙。チョコレートケーキとして食べてもちょっと中途半端なかなって感じるし、まあ、モンブランと思って頼んだら全然モンブランじゃないかな。あー、確かに。で、ここのバックルートカフェって他のケーキのクオリティがめっちゃ高いんよ。例えばチーズケーキとかめちゃめちゃ美味しいし、スヌーピーマンもめっちゃ美味しいから、そう考えた時に650円出すんやったらビバヒルのケーキ食うかなって感じ。どっちかっていうと味より映え重視かなって感じです。映えてねえわ。まあ、どっちかっていうと見た目重視のケーキかなっていう感じです、ね。まあ、ワンダーランド内にあるから子供向けのケーキっていう感じですね。だから大人の人が、味を求めて食べちゃうとちょっとがっかりするかなっていう感じです。はい、はい、メイドの土産。はい、それじゃあウェルズドライブインに来ました。飛んでますね。飛んでますね。まずバニラシェイクいただきます。はい、ちなみにバニラシェイクはハッピープライス対象外になります。うんま。ミルキー。マジ？俺ここで飲んだことない。ミルキー、マジミルキー。で、ハンバーグいただきます。早速いただいてください。なんかタコスみたいなの入ってない？あ、ドリトスみたいな。ドンタコスね。あれはめっちゃ好き。いただきます。はい、いただいてください。うん、これやばうまい。前さ、来た時、いい意味でも悪い意味でも肉の味しかせん。あー、ちょっとアメリカンだな。
ちょっと味薄かったやん、うん、照り焼きかかってるやろ、うん、今までで一番うまいしっかり味してて日本人向けの味だったうん、ほんまにそう、照り焼きマックバーガーの照り焼きみたいなあ、そうの、ちょっと薄めそこね、焼き鳥のタレにちょっと味近いから、甘さ的に言ったらほんまに一番うまいこれ。マジ今までのメルズのハンバーガーじゃない感じ。マジか、うん、全部だっても肉食ってるって感じやったけど、ポロポロハンバーガー食ってるみたいな感じ。全然あり。いただきます。おい、え、なんかこれさ、見た感じ場所によって味違う系じゃん。結構いろんな味。うまいうまなんかね、まずさ、なんかオニオンリングが入ってるんよ。オニオンリングと照り焼きソースって合えへんと思ったらめっちゃ合うやん。しかもね、あのパイナップルが入ってるんよ。で、入ってた？入ってた。なんかな、オニオンリングと照り焼きだけやったらめっちゃ和風やねんけど、ここにパイナップル入ってきた瞬間急にアロハになる。めっちゃ美味しい。急に入国した。そう、急にビザ取っちゃった。これうまいわ。パイナップル当たってない俺。しかもな、結構デカめに入ってるパイナップル。なんか食べてみる。ダサいな。やり慣れとらんな。一週間ぶりの食事やろ、食い方。あ、うまい。あ、なあ、急にあらはくるやろ。逆に、例えばあったかいパイナップルが許されへんかとかやったらちょっとね、あー嫌かもな。マックの照り焼きイメージして食べてパイナップル出てきたら、うわ最悪って思う人おるかも。うまい。メイドの土産。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。めっちゃ胸張ってる。うん、メルズドライブインとバックロットカフェに行ってきました。はい、どうでしたか、メルズドライブインは。じゃあね、メルズドライブインのハロウィンバージョンの照り焼きバーガーめちゃくちゃ美味しかった、ほんまに。あれがハロウィンメニューかどうかはちょっと分からんけど、まあ、ちょっと不明やけど一応、ね、美味しかったな。ハッピープライス対象内の商品だったので、そうはい、紹介させていただきました。めっちゃ美味しかった、あれは、はい、あの超おすすめ、メルズの中では、はい、で何が良かったって、うん、その肉感が売りやん、メルスって。そこでもう味がもう肉の味しかせへんかったけど、今までそこに照り焼きのソースがかかってるからより美味しくなって、最高やったな。うまかったな。美味しかった。まあまあある意味面白かったな、味的に言ったら。パイナップル入ってたりとか、オニオンリング入ってたりとか、うん、あれがほんまに美味しかった。あとシェイク、うん、シェイクもあれ初めて俺飲んでんけども、めっちゃ美味しいな、あるもん。うまかったな、あの味で言ったらミルキー。そうやな、ミルキー溶かしてでシャバシャバにしてシャバで凍らせたシェイクみたいな、めっちゃ美味しい、うん、なんかミルキーみたいに味がなんていうんやろ、甘ったるくなくて、そう結構すっきりとしたミルク感もあって美味しかったね。ねっとりしてないミルキーを飲んでるみたいな感じだったな、うん、あれぜひちょっと飲んでほしいな。飲んでほしい、あるほんまにおすすめ。ということで、メルズドライブインバックロットカフェに行ってみたいと思った方は、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それじゃあ、せーの、バイバーイ。皆さん、ハマってるよ。